the social stigmas are just something that's arisen out of Japan's history with tattooing, and they sort of make it what it is. If there was no stigma around tattooing, or if tattooing didn't hurt at all, it probably wouldn't be quite the same as we know it. And there's going to be certain things, like if your job, for example, your occupation is a tattoo artist, you know, you're doing things like going to the bank for a loan, or you're trying to get into an apartment, or if you're trying to get service, for example, like at a gym or a hot spring, sometimes they'll reject you based on your tattoos. So if you've got tattoos, they're going to refuse you service from time to time. So sometimes you have to call ahead and check and make sure that it's okay. But it is what it is. Mostly it's just annoying. But in some cases, when you're trying to start a serious business or get people to take you seriously, it can become a bit of a wall or a barrier, which is why so many people in Japan conceal their tattoos on a daily basis. そもそもその日本の社会っていうのはなんかそのみんなでこう同じ足並みを揃えて同じことをすることを良かれとする文化というかがあるから、あまりそういう人と違ったことをするとなんか。どうなんですかね、バッシングする人とかもいたりするんじゃないですかね。まあ、なんて言ったらいいのかな。これはこうじゃなきゃいけないっていうふうにしか考えれない人とかもいると思うんですよ、世の中には。それでも潜りでやってる堀師たちのところに来てた人がまあ悪い人だったりとかが多かったり、まああとあれですかね、最近だとあのメディアがこうなんか犯罪犯した人がいました、そしたらこういちいち入れ墨をくっつけて、入れ墨イコール悪っていう流れをこう情報でこう作ってるなみたいな感じですね。犯罪者にやってたのが入れ墨っていう言葉であって、当時はね、江戸時代に、まあ明治までもそうだったんだけど、でこれで犯罪者の烙印としてじゃないのは彫り物っていう言葉で区別してたんですよ昔は。今はもう昔はそういう入れ墨刑っていう刑罰があったんで、それに対して入れ墨で、それ以外のものは彫り物っていうふうに、だからこれは入れ墨じゃなくて彫り物なんだよっていうふうに、要するにまあ犯罪者じゃないよっていう誇りなんだよね。だからその入れ墨刑っていうのはすごく悪いようなイメージがあるんだけど、今でいう軽犯罪みたいなもんなんですよ。もっと重罪にはみんな打ち首だから、当時はね。だからその怖い怖いっていうイメージは、あの映画とかそういう世界で植え付けられちゃったイメージ。悪いことは確かね、悪いことしたから罪として入れ墨でいられるわけだから、だから悪事を働いたっていう証拠だから、だから悪い人であることは間違いない。ただ怖い人とは違う。例えば万引きしたり、お金を盗んでも入れ墨刑させる。人を殺したら打ち首されちゃうから。だからそれただ怖いんじゃなくて、ただ悪いだ。泥棒してもやられちゃうから。でそれが少しずつ集まることによって、まあこれをそのまま自分で持っていてもつながらないと思って、いっそのことを資料館をミュージアムをやろうっていう目的で集め始めた。でもたくさん集まったんで、さあミュージアムをやろうと思って、ある日突然かみさんに、あのミュージアムやるから探せって。
カ風なタッチですね。はい、カリフォルニアのものに影響を受けてるんで。そうですね、なんか国に行く前から、まあ、行ったっつっても5日ぐらいなんですけどね旅行ですけども、はい、まあ、音楽やってた頃があって、その時から向こうの音楽が好きで、はい、好きなバンドのジャケットをデザインした堀氏に、サブライムっていうバンドのジャケットで、それのジャケットデザインした堀氏にこうアメリカ行った時に彫ってもらったんですね。これを語らせてもらいますと、早い話がマンコとクリトリスなんですよ。意味はありますか？意味はないです。ホールドファストって夢や成功をつかみ取るってことですね。ああ、特に考えなかったですね。結婚するときに相手方の母親になんていうふうに挨拶しに行けばいいかな。そのままで。まあ、タトゥーはカルチャーで、うん、その前の人たちがこう作り上げてきたカルチャーだから、それを壊したくはないっていうか、その、うん、All your work? All my work. Which part is your best one? Your favorite one? Back piece? Oh, yeah. Do you want his daddy ass? いや、何が違うって、まあ、一番単純に違うのは電気がないとできないっていうのがマシンだけど、まあ、手彫りは非常に技術を習得するまで時間もかかるし、で、まあ、微妙な色の違いなんだけど、黒のシェーディングがマシンでやるとどうしても黒っぽくなるんだけど、手彫りでやると青黒く出るんです。いや、そうだから、そう口で言っても難しい。だ、これ口、言葉で表現できない。もともとは、はい、僕はジャンル問わずやってたんですけど、はい、世界に出た時に自分の国の入れタトゥーが、うん、あるって素晴らしいことじゃないですか、はいはい、それでもともと好きなのもあったんですけど、まあ、興味を持って、あ、僕の、はい、体が手彫りで仕上げてます。そうですか。ちょっと言葉がおかしいかもしれないですが、はい、自分の体は怖くないです。ただ自分の体みたいな人がいたらすごく怖いです。歩くスライカーヤクザ入れ墨イコールヤクザっていうのは僕はないです。あ、そうなんですか。はい、なかなかこういうの見ないと思うので。そうですよね。はい。 What was the most painful area to have to do? Most? Yeah. Maybe this side? This? So on the ribs? 全部痛かったんですけど。すごい、あれですね、ラッキーなんですけど、来ていただいた日本、世界でとても有名な手彫りの先生も OK です。そうなんですか。So what does, overall, what does tattoos or the art of tattooing mean to you? 自分はアートやわと違うと思う。自分は職人である。職人、うん、私は。 So what is the meaning and importance of displaying a full bodysuit of tattoos? 自己満足でしょ。
Have you had any experience of being asked to leave an onsen bathhouse? で、断られるところは自分は行きません。はい、行かないですか。そうだ、友達と入れタトゥーが一部に入ってる友達と一緒に銭湯、スーパー銭湯って言われる、まあ、町の銭湯ではないところに行って、スパシス、スパに行った。で、そこで入ってると店員さんから声かけられて、入れ墨入ってるんで出てってくださいっていうふうには言われたことあるですね、うん、もう二度と来ないでくださいって言われて they told them to never come back again. あとはあの海も禁止になってるんですけどね。そうなんですか。そうなんですよ。あのいい話ではないんですけど、逗子、はい、ってあるんですよ、湘南の方に、はい、でそこの海の家探してたら全然客引きをしてくれないっていう出来事がありましたね。あ、そうなんですね。少しずつ変えていくべきであるし、もしこれ変えないでオリンピック開催したら、日本っていう国の存在が世界から非難の対象になると思いますよね。というのは世界中から選手をはじめ応援団が来た時に、掘ってる人たくさんいるじゃないですか、オリンピック選手でも。さあ彼らがプールにも入れない、温泉も入れないって言ったら、もうこれ差別になるんですよ、明らかなる。だったら一人二人ならいいけど、オリンピックという、まあ、地球規模の行事の中でそんな差別をしたら日本はもう阻害されるぐらいの覚悟をしてやいなきゃいけないと思うんですよ。だから政府もその辺は十分考慮した上で、一気にじゃなくて徐々に徐々に緩和していくと思うんだよね、そのオリンピックまでにはね。そんなに簡単な問題ではないと思う。その日本人の昔からの考えがオリンピックによって簡単に変わるとは思えない、うん、そもそもタトゥーカルチャー自体が日本ではそんなに、ちょっと裏の世界っていうのもあって、そこがまた魅力でもあるというか、そういう側面もあるので、うん、いや、いや、国に聞いてほしいわ。土壌が違う。アメリカの海外の入れ墨の歴史と日本の歴史と、はい、こちらはもう入れ墨イコール暴力団でね、はい、外国の方で、そうですね、入ってる人に対してってことですか。はい、そうですね。は、悪い印象はないと思います、はいはい、日本のアスリートで言いますか。日本のアスリートでは、はい、あのお客さんでもいるんですが、はい、やっぱり隠していますね。日本人がタトゥーを見せるのは良くないと思われてるんですか、はい、外国人は OK だけど日本人はダメっていう、なんか、うん、外国人のタトゥーと日本のタトゥーは別で考えてると思う、うん、タトゥーアーティストが医師法違反と疑いで摘発されるケースが相次いでいます。増田大輝さん27歳、2011年に開業して4年、タトゥーアーティストとしてはこれからという時の摘発でした。警察が摘発する理由は、医師でなければ医業をしてはならないというのの医業にタトゥーを彫る行為が当たるという解釈です。そもそも法律にタトゥーを彫ることを生業としてはいかんという法律はには書いてないわけですね。それを無理くりこう医師でないと医業してはならないというところの医業にタトゥーを彫る行為を入れちゃっているので、その解釈っておかしいんじゃないの。大輝さんは衛生管理を怠ったことはなく、顧客とのトラブルも一切ありませんでした。Are you aware of the number of police raids in tattoo studios that are to do with violating the Medical Practitioners Act? Wait, that's a question that he didn't want to answer before, right? That he didn't want to answer? Yeah, yeah. Okay. But yep. Maybe just ask if he's comfortable talking about the situation in Osaka, and if he says yes, we can ask that question. Okay. Is that okay? Okay. Yeah, 彼らは、要するに、まあ、薬事法というか、
法律的に使っていけない薬品を使ったんですよね、麻酔薬を。すごくおかしなルールだと思います。クレイジールール。そのタトゥーアーティストがドクターライセンス持てっていうこと自体がおかしなルールです。うん、それはクレイジーな。いや、あの別に訴えのはいい、あの訴えのはいいよ。訴えてる人。だけど海外にまで義援金集めて恥ずかしいことやめてくれて言いたい。日本国内の方は日本国内で済まさな、そうでしょ。あの人ら勝手に自分らで違法な薬を買うてそれで捕まってんねんで。これは入れ墨が悪いんじゃなくて、その薬を使ったこと自体がいけないんで、麻酔は麻酔法っていう法律があって、で麻酔を使う医師は麻酔師の資格がなければ麻酔使えないんですよね、厳密には。まあ、あのちょっとした麻酔はみんなやりますけど、でも本来は麻酔は麻酔法っていうのがあって、それを守らなきゃいけないし、ましてや医師の資格もないものが麻酔薬使うっていうのは、もうこれは完全に薬事法医師法違反になると思うんですよ。みんな迷惑してる。ちゃいます、入れ墨で捕まってるんやったら私ら応援もするけど、根本的なことは買った赤もん買ってあの人が捕まってるんやで。そうなんですか。そうやな。まあ医者のライセンスというか医者の免許なんてそもそも取れないじゃないですか。取れないじゃないですか。あの勉強できないんでね。で今更は無理なんで。でまああとは裁判でやっぱそういう人たち戦おうとしてますけども、やっぱこうメディアの力だったりとか政治家の力っていうのは。僕らがこう頑張ったところで限界があるんですよね。だったらこう、まあ、そういうところに頭を使ってないでもっと違うことを考えるべきなんじゃないかなと。ですからこれで捕まっても仕方がないと思う、法律に触れてらんね。じゃあなぜ他のスタジオが全然あの摘発されないでやっていれるかっていうことを考えれば、摘発された人間の責任の所在がどこにあるか考えれば明確な簡単に答え出るわけでしょう。私は40年やってるけど、買ったらあかんもん、買わん。だそれは個人個人の責任においてやるべきことであって、私はこのことに関してはあのノーコメントです。ただそれだけは言えると思う。皆さんの声が必要です。よろしくお願いします。In your book, Japan Tattoo History, Culture and Design, there is a quote.by a Japanese tattoo artist saying, we must be thankful to the Yakuza for keeping this country's tattoo tradition alive. What's your opinion? It's true. You have, of course, in the Edo period, tattoos that are not exclusive to the Yakuza, that people from all walks of life, much like today, people who are doing non-Yakuza professions are getting tattooed. There was a period of modernization. I had said before that Japan was sort of in this secluded sort of state, this Sakoku Jidai.And when they opened up to trade with the West, there was a modernization of Japan, you know, building railroads, building better armies, and Japan became a colonial power. But they also decided at this time that they made these laws of things they considered barbaric. Some were like performing circuses, things like that. And tattooing was sort of lumped in with those initially. So it was repressed and put underground. And really, until the end of the Second World War, that's how it remained. So,really during that period, a lot of the clients that continued to support Irezumi were of course the Yakuza. So it's really impossible for them not to be tied together culturally on some level. I mean, what it is today is because of the way it was in the past. So, you know, I would say of course that statement is true. ヤクザに感謝っていう言葉の表現はちょっとおかしいと思うけど、
ヤクザに感謝するっていう言い方は入れ墨師が一部の人はそれは確かにそういう人があるかもしれない。でもヤクザに関してじゃなくて入れ墨を愛する人たちに感謝するっていう表現しないと当てはまらないと思うね。What is your message to all tattoo artists living in Japan who are discriminated because of the tattoo stigma? 日本の入れ墨しているあの方たちに、職人たちにどういうアドバイスをあげますかって。本当にあの伝統的なものを大事にしてほしいですね。All right. Take one.